はい、どうもこんにちは、きゅうこちゃん TV のチャーマンです。今日は日本撮りでいきたいと思います。今日やる企画は千葉県道の駅ツーリング、イエーイ。今日行く道の駅は道の駅京南、道の駅堀田小学校の方に行きたいと思います。これらの道の駅がある場所が鋸南町といって、人口約7500人、中学に例えると大体膝あたりの地域となります。鋸南町の名前の由来なんですけど、千葉県で有名な山、あの鋸山がある町なんですけど、その鋸山の南側にあるということで鋸南町ではなくて鋸南町というみたいです。気になる方は調べてみてください。鋸南町の特産品に指定されているのがビワが指定されているので、ぜひこちらの方に来たらビワを購入するのもいいのかなと思います。今日の動画は前半後半と2本撮りの動画となっていて、まず最初の1本目に関しては道の駅鋸南の方に行きたいと思います。それじゃあ行っちゃって行きましょう。わー、海だ、すげー。はい、というわけで道の駅の方の説明の方をしていきたいと思います。こちらは後半に行く道の駅堀田小学校よりも先にできた道の駅で、ここの道の駅の大きな特徴というのは海沿いにある南国風の道の駅かなと思います。あれ富士山なのかな、あれワンチャン富士山説が出てる。ここの道の駅の特徴的にことで言えば、岸川諸信記念館っていうのがありまして、この方は何ぞやって感じだけど、この人は浮世絵で有名な方です。この方の記念館がある道の駅ともなります。ここの道の駅に来たらぜひ購入してほしいもの、クラフトビール、鋸南町で取られたお米を使って作られたビールなので、ぜひぜひおすすめです。そしてここの道の駅の任務はシュークリームを食べたいと思います。そして道の駅ツーリングのルールはこれらとなります。最後に鋸南町のツーリングスポットを紹介していきたいと思います。今回は前半後半の2本撮りで行くんですけど、それぞれ一つずつ紹介していきたいと思います。まず前半の方で紹介するツーリングスポットは大黒山展望台を紹介していきたいと思います。かつて石橋山の戦いで敗れた源頼朝が訪れた場所として有名な場所です。かつて勝山城という城があって、その城の跡地として展望台が建てられたと言われております。その展望台は城をモチーフにした展望台らしいです。かなり珍しい展望台かなと思います。今回の流れはちょっと朝早めに出たので、先に展望台に行ってから道の駅鋸南の方に行きたいと思います。あれ何、全員トンビ食べ物を持ち歩いたら絶対持ってかれるやつ。海だーい。こっちはやっぱ濃いな。前回青森はなんか濃いとか言ったけど、多分違うな、多分海の深さだな。でもやっぱりこっちの方が暖かいな、気候的に。千葉県の上の方だとちょっと冷えるけど、こっちの下りの方は暖かいですね。すげえ、南国のリゾートだー、リゾート地だー。本当にヤシの木が多いな、やっぱ下りは。グランツーリスモが出てくるようなコース。来た、鋸南町。あ、鋸山。あ、はい。ここは鋸山です。これに関しては次の後半の動画で紹介していくんで、そちらの動画をチェックしてもらえればと思います。おおおい。ここが入り口なんだよな。大黒山展望台めっちゃ登るな。で、駐車場がここじゃないんですよ。皆さん止めるときは気をつけてください。駐車場もうちょいあとは先の方にあるんで、ここだ。やっぱ誰もいないね。じゃあそれじゃ展望台行きたいと思います。結構きついなこれ。まあ、毎回恒例ですから。あれ、ケチップ。お、ニャンニャンがいる。黒猫だ。南房総の方はなんか猫多いみたいですよ。いや、来た。いきなり急だ。出た。
あ、やっぱ捕鯨だ、やっぱ。少しお邪魔の方させていただきたいと思います。あ、階段が急。なんでここは心霊スポットって言われてんだ。 Google の検索で出てくるんですよ。ここの展望台の名前を検索すると、階段一個あたりのさ、蹴上げがすげえ。くそ、今日は登山の一日だな。おお、さすが城をモチーフにしているだけはある。おお、おお、こっちすげえ。これはすげえよ。神川とはまた違う景色ですね。じゃあ行きましょうか。道の駅鋸南の方に向かっていきたいと思います。向かいながら大黒山展望台についてちょっと話していきたいと思います。大黒山展望台、実際登ってみると7分ぐらいでしたね。きついマジで山登り。往復で俺の場合は15分ぐらい。鴨川オーシャンパークの方に行った時に行った魚水塚展望台とはまたちょっと違う景色が見れましたね。高さは大体同じぐらいなんですけど、まあ、見える景色がちょっと違うんで行ってみる価値はあるかなと思います。それでは今から道の駅行ったな。あ、ほら石川モルノブ記念館でげえな。なんかさーて、二輪駐車場はどこじゃ。以上、道の駅鋸南でした。ここの道の駅はああやった感じで店舗が全部分かれてて、一番右側がお菓子屋さん、物館、クラフトビール、まあレストラン、何かで、一番インパクトの道の駅鋸南っていうのが書いてある黄色い建物が写真館みたいな感じですね。そうだ、シュークリームちっちゃくね。あれで291円とかだったんですよ。前半動画はこの辺りで終わりにしたいと思います。次の動画に関しては道の駅堀田小学校ともう一個鋸南町のツーリングスポットを紹介していきたいと思います。前半の動画はここで終わりとなりますので、次の後半動画でお会いしましょう。